愛知県名古屋市境4丁目女子大工事にあるアニソンバイナリーの店長だけがついに卒業を発表しました。10代から女子大育ちで2018年にアニソンバ綾波に入れて2020年8月に店長に就任、そして2024年1月13日に27日に卒業する形となりました。なぎ店長は元気で気が強く、たくさん喋り笑い、たくさん印象し、大好きな女子大で数々の伝説を作ってきました。彼女はテキーラが大の好物で、最近は輸血と言って乾杯するくらいには好きなようです。飲みすぎて喋りすぎた朝方のカサカサの声は誰もがなぎ店長の声だとわかるほどです。2022年1月にまさかの探偵ナイトスクープに出演、婚活をしている某飲食店経営者の男性とのデータ相手として出演しました。なぎ店長は自らのキャラを壊さず、酒キャラを貫き、口下手な相手とも楽しくデートをすることができました。そんな子に5年半を終えてついに卒業。4月13日と27日に卒業イベントを開催予定しています。今まで綾波でお世話になった方々に最後に今までありがとうと挨拶させていただきたいという狙いを込めて、全力で酒を飲みまくる予定なので、皆様ぜひご来場ください。